湘南電気鉄道でと101系電車は、京浜急行電鉄の前身の一つである、湘南電気鉄道が製造し、後に、東京急行電鉄を経て、京浜急行電鉄に在籍した、資材運搬用の事業用無外電動化車。1990年まで在籍した。1930年4月1日の湘南電気、鉄道小金町浦賀館及び、 金沢八景湘南寿司館の開業に備え、同年に、記者会社東京支店で、デト101デト102の2両が製造された。河川電圧が、直流線5 0 0 v の自車線と、直流 600V の京浜電気鉄道の直通運転に対応するため、電圧転換器を備えし回路の磁気並列切り替えで、双方の電圧に対応する副電圧車とされた。 第二次世界大戦中の大東急への合併に伴い、デッド5020系5021.5022に戦後京浜急行電鉄の分離独立時に、デッド20系21.22へ改版された。平床の典型的な無害貨車で、床下に補強用のトラス棒を備え、両端に乗務員扉1枚分の奥行きとつまめんに窓1枚を設けたリベット組み立ての、 構成運転台が設置されている。裏側より運転台は屋根が荷台側に伸ばされてその上に通常の皮脂枠形パンタグラフを搭載しており、荷台部には背の低いアオリドが両運転台間の全長にわたって設けられている。登場時は運転台が水色、荷台が灰色に塗装されていたが、昭和40年代に運転台は黄色に赤帯に変更されている。 荷台部分の最大荷重は10トンである。主制御機は、電動化無軸式の東洋電気製造製自動、加速制御機で、主電動機は副電圧対応の必要もあって、東洋電気製造製のものが、各台車に2機ずつ創価されている。台車は、同時製造の旅客車であるで1型と共通で、ボールドウィン AA 型台車を、デッドコピーした釣り合い量式台車に、 スウェーデン SKF 社製のローラーベアリングを装着した機車製造 MCBR でブレーキ装置も D1 型と共通の M3 ベ弁によるアム自動空気ブレーキである。新町検索で待機するデト21、踏切脇のこの場所でいつも門番のように止まっていたバラスト、資材輸送に使用されたが、救援車に改造後は訓練時や定期検査時などに運転されたにとどまる。 デト21は新町建尺、デト22は金沢建尺に配置されていた。京急最後の吊り掛け式駆動、自動ブレーキ装備車であったが、1990年に区と1系の投入で2乗とも廃車、解体された。ありがとうございます。